<coughs> はいみなさんおはようございますではのミラクルボーイキングタクですはい今日は音読その中でどれがいいかなと選んだ結果はいではちょっと桃太郎さんの一部を読んでみますはい桃太郎楠山正夫 昔々あるところにおじいさんとおばあさんがありました。毎日おじいさんは山へ芝刈りに、おばあさんは川へ洗濯に行きました。ある日おばあさんが川のそばでせっせと洗濯していますと、川上から大きな桃が一つ、どんぶらこっこ、すっこっこ、どんぶらこっこ、すっこっこと流れてきました。おやおや、これは見事な桃だこと、 おじいさんへのお土産にどれどれうちに持って帰りましょう。お母さんはそう言いながら腰をかがめて桃を取ろうとしますが、遠くて手が届きません。おばあさんはそこで、あっちの水は、辛いぞ。こっちの水は、甘いぞ。辛い水は、よって、よけてこい。甘い水に、よってこい。と歌いながら手を叩きました。すると桃はまた、 どんぶらこっこすっごっこ。どんぶらこっこすっっこ。と言いながらおばあさんの前へ流れてきました。これ音がポイントでございます。以上です。バイバイ。